今日は79ページについてお話します。ここではあなたがもしいろいろなことを要求するような立場にいたら、それはあなたはその要求している先の人、例えば政治家だったり大企業の社長だったりする人たちをあなたと同じ人間とは見なしていないということが書かれています。これはどういうことか分かりますか？前回成功している人たちの成功の理由、つまりすごい努力というものをあなたは知らないかもしれないというような話をしましたが、結局自分が登ったことのない場所の苦労はあなたは知らないわけですね。そうするとその人たちのことが理解できないので、あなたはその人たちを自分とは違う人間と見なしてるんです。自分と同じ優しい思いがないとか、自分と同じ思いやりがないというふうに感じているんですね。というのはあなたは自分より下の人を見てその人たちを助けようとしたり思いやろうとするからです。でもそれは本当は自分がそうしてほしいからなんですよね。でもずっと上の人たちには別の価値観があります。そういう思いやりだとか助けることよりも、もっともっと前を向いて歩くことを教えるということの方が大切なのかもしれませんね。ということでそこに価値観の違いがあるわけです。でもあなたは自分の価値観を上に押し付けてそれがない人たちとみなすので、その人たちはあなたとは違う人というふうに見えます。どちらかというとあの人たちは自分よりも下と見ているでしょう。これは面白いですね。つまりずっと上の人たちはずっと下に見えるっていうことなんです。あなたよりもずっとお金持ちの人たちはあなたよりもずっと下というのは、つまりお金の亡者のように見えて人間として見えていないということですね。もちろん今のあなたはそこまで幼くないかもしれませんが、まだまだ子供の頃のこういう思いが潜んでいるかもしれませんよ。ですから自分はそういう人たちを自分と違う人間として思っていないかなということを時々チェックしてみてくださいね。あなたは実際これを子供の頃にやってきたんです。ですから今でも親に対していろいろな要求をしているかもしれません。その時親がどう感じるかなんてもう考えてはいないかもしれませんよ。ということでまずは親の気持ちがちゃんと分かっているか、それから大企業の社長たちの気持ちが本当に分かっているか、それを考えてみてくださいね。そしたらあなたと同じ人間であることが分かり、その延長線上にいるんだということが分かりますよ。ではまた次回。